軽快なリズムとともに登場、15歳の本田望結。キャシーリード振り付けのハンドクラップ。表情で見せます。私は女優をやっている以上、眉の動かし方一つをとっても表現を作っていきたいと話しています。本田望結、会場の皆さんを巻き込みたいという本人の提案で、本来の振り付けよりも手拍子の回数を増やすアレンジを加えました。会場も一体となって盛り上がります。そして普段はお任せの衣装も、今回は自分でイメージをリクエストしています。会場も手拍子、完全に空気を作っています。見せました、本田望結。